皆様こんにちは。はじめにパリパラリンピックで活躍をした選手に対する表彰についてお話をいたします。先に開催されたパラリンピックでは本県ゆかりの選手の皆様も多くのメダルを獲得され、その活躍は私たち県民に大きな勇気と感動を与えていただきました。オリンピックの選手の皆様への表彰については先月の会見でお知らせをしたところですが、この度パラリンピックでメダルを獲得された11名の選手の皆様にも県民栄誉賞、知事特別賞、知事賞をお送りすることといたしました。まず県民栄誉賞ですが、車いすラグビーで金メダルを獲得された池崎大輔選手、羽賀正幸選手、ゴールボールで金メダルを獲得された佐野優斗選手、以上3名の選手に県民栄誉賞をお送りすることといたしました。また水泳男子 50m 平泳ぎでの金メダルをはじめ、計4個のメダルを獲得された鈴木孝幸選手、バドミントン女子シングルスで金メダル、ダブルスで銀メダルを獲得された里見紗里奈選手は、令和3年の東京大会で金メダルを獲得し、すでに県民栄誉賞をお送りをしておりますが、今回さらに功績を重ねられたことは県民にとって誇りであり、今回は知事特別賞をお送りすることといたしました。最後に知事賞ですが、水泳男子 100m 背泳ぎで銀メダルを獲得された久保田浩太選手、バドミントン男子ダブルスで銅メダルを獲得された村山浩志選手、水泳女子 100m 自由形で銅メダルを獲得された辻内彩乃選手、ボッチャ混合で銅メダルを獲得された広瀬隆之選手、柔道女子 70kg 級で銅メダルを獲得された小川和佐選手、陸上競技男子マラソンで銅メダルを獲得された鈴木智樹選手、以上6名の輝かしい功績をたたえ知事賞をお送りすることといたしました。表彰式はオリンピックの選手の皆様への表彰と合わせて10月21日に千葉市内のホテルで開催し、私からそれぞれの賞をお送りする予定です。後日県ホームページに表彰式の写真を掲載いたしますので、ぜひご覧ください。次に千葉港ポートセミナーの開催についてお話をいたします。千葉港は市川市から袖ヶ浦市までの6市にまたがる日本で一番大きな港であり、全国屈指の貨物取扱量を誇る我が国を代表する海上輸送拠点であります。近年は圏央道や外環道などの整備によって都心を通らずに関東各地へのアクセスが可能となるなど、物流拠点としてのポテンシャルがますます高まっています。また日本三大貿易港と称されるまでに発展してきた千葉港のさらなる利便性の向上に向け、現在は昨年度ガントリークレーンと呼ばれるコンテナを積載するためのクレーンを更新し、荷役時間の短縮化や荷役機能の強化を図ったところです。このような千葉港の魅力を荷主企業や船会社等の皆様にアピールをするため、来月11月12日TKP 新橋カンファレンスセンターにおいて千葉港ポートセミナーを開催いたします。このセミナーでは現在千葉港をご利用いただいている企業から活用事例やサービスをご紹介いただくほか、有識者による講演などを実施する予定です。合わせて船会社との商談や参加者同士の情報交換を目的とした交流会も開催いたします。当日は私から参加者の皆様に直接千葉港の魅力や将来性をお伝えをしたいと思います。千葉港は日本を代表する国際貿易港の一つとして、本県のみならず我が国の経済活性化にも大きく寄与をしております。このセミナーの機会を通じて、より多くの皆様に千葉港の魅力とポテンシャルを知っていただき、荷主企業の皆様には千葉港を通じた貨物の輸送を、また船会社の皆様には千葉港への航路開設をぜひご検討いただきたいと思います。皆様のご参加をお待ちをしております。最後に今月と10月が強化月間となっている電話で詐欺等の被害防止についてお話をいたします。まず県内の被害状況についてですが、本年1月から8月末までの間に発生した電話で詐欺の被害は590件、約22億円に上り、前年同時期と比べ件数は360件減少しているものの、金額は約1億4000万円増加をしています。また近年、電話で詐欺のほかにも SNS を悪用した詐欺、いわゆる SNS 型投資ロマンス詐欺が全国的に急増しており、県内でも本年1月から8月末までの被害は
80件、約17億円に上り、前年同時期と比べ件数が63件、金額は約14億5千万円増加するなど大変深刻な状況となっています。これらの詐欺への有効な対策ですが、電話で詐欺の被害に遭わないための一番の方法は犯人と直接話さないことです。犯人は会話を録音されることを嫌がるため、自動通話録音、警告機能などを備えた電話機等の設置が有効です。また被害者の多くは高齢者であることから、普段から家族と連絡を取り合い、連絡の際には合言葉を決めておくなど、家族の絆で高齢者を詐欺被害から守ることが大切です。一方、SNS 型投資ロマンス詐欺では、SNS でやり取りを重ね、相手を信用させ、架空の投資話等で金銭等を騙し取る詐欺であり、年々手口が巧妙化をしていることから、日頃から最新の手口を把握しておくことが大切です。県内でも、SNS 上の投資関連の広告を閲覧をした方に、専門的な投資知識と優良株のコードを案内しますなどと嘘のメッセージを送信し、インターネットバンキング等で振り込ませ現金を騙し取るといった事件が発生をしています。県では電話で詐欺の被害を防止するため、市町村が住民に対して対策機器の購入費の補助や対応を行った際の費用を助成をしているほか、今年度新たに簡易型自動録音機を各地区防犯協会を通じて配布をし、対策機器の普及促進を図っております。また家族の絆で被害を防ぐため、先月ストップ電話で詐欺確認だはがき大作戦を実施をし、お孫さんからおじいちゃんおばあちゃんへ注意を呼びかけてもらったところです。さらに SNS 等悪用者詐欺に対しては幅広い年代で被害が発生をしていることから、千葉県公式 X や LINE を活用して最新の手口を広報啓発するなど、県警ともしっかりと連携をして取り組んでまいります。これらの被害、詐欺の被害に遭わないためには、電話機の機能を有効活用することや、家族間で被害を防ぐための行動を共有すること、詐欺のさまざまな手口を知っておくことが重要です。県民の皆様の防犯意識を高めることで、この卑劣な犯罪を撲滅をしてまいりましょう。話からは以上です。それでは質問を受けいたします。幹事社千葉日報からお願いします。千葉日報の島津と申します。よろしくお願いいたします。まず発表がありましたパラリンピックについてなんですけれども、パラリンピックについては知事は千葉市長時代から積極的に、海外での開催ですとか、普及について、力を入れられてこられたと思うんですが、でそれを得て今回パリ2024年でこのように多くの選手が活躍されたことに対する受け止めについてまずお願いいたします。はい、おっしゃっていただいた通りですね、やはり私自身もそれから千葉県もですね、この間東京大会の開催を通じてですね、障害者スポーツの普及促進に全県官民挙げて取り組んできました。その財産がですね、このパリパラリンピックにおいても生かされ、県内ゆかりのですね、さまざまな選手が活躍をされ、また悲願の金メダル等を獲得されたことはですね、大変嬉しく思っておりますし、これが契機にですね、より県内の障害者スポーツの振興発展にですね、つながっていくように我々としても取り組んでいきたいと考えます。ありがとうございます。この振興発展に取り組むということは、これまでいろいろ予算などで組まれていらっしゃると思うんですけど、ね、はい、次の一手みたいなのは何か考えていらっしゃいますか。次の一手というかですね、例えばまあ我々もともとトップアスリート、このパラリンピックのトップアスリートをですね、各学校に派遣をしたりという取り組みもやってきましたけれども、今年度からはですね、さらにこの特別支援学校を拠点としたパラスポーツ教室を開催することもしておりまして、より様々な場所でですね、このパラスポーツに触れる機会というのをですね、障害のある人もない人も作っていく、それは確実にですね、広がっているというふうに考えます。ありがとうございます。で、オリンピックの受賞者と合わせて今度10月21日に表彰式を行うということですけれども、はい、少し時間が経ってしまいましたが、今年のパリ五輪およびパラリンピック全体を通じて知事が感じたこと、あるいは今後に出していきたいことを改めてお伺いしたいですね。そうですね、まずやっぱりオリンピックパラリンピックともにですね、千葉県ゆかりの選手が金メダル第1号になったというのはですね、大変嬉しく思ってますし、本当に地元はそれぞれの選手の活躍大いに盛り上がりました。共通して言えるのはですね、やはりそれぞれの方々がそうしたスポーツに出会う環境をどう用意していくか、それから、ジュニア世代からのですね、育成の機会と指導者
の要請、これがやっぱり一番大事だというふうに思っていますので、我々県としてはですね、これは健常者であろうと障害者であろうとですね、先ほど申し上げた通り、それぞれの個性や特性に合ったスポーツに出会える環境を地域でしっかり用意をしていくということと、競技を続けられるその指導者のジュニア世代からの育成と指導者の養成、このあたりをですね、やはり県がこれからも取り組んでいかなければいけないことだと思います。ありがとうございます。で、話が変わりまして、今度は電話で旅についてもらうんですが、はい、これは年々巧妙化しているところで、はい、こう手を返しなおか、はい、いろいろなパターンがありますが、近年多いのはやはり SNS を悪用したロマンス詐欺などですけれども、はい、まあ、SNS 発信を積極的にされている知事から見て、まあ、これについての受け止めというか、社会の手を変わるんでしょうかね。そうですね。まず電話で詐欺と違ってですね、やはり世代的にかなり幅広い世代が対象になりますので、まあ、今までこう自分がこう詐欺に遭うと思っていなかったようなですね、世代の方々がこうした犯罪に巻き込まれていくというケースがありますので、まあ、全ての県民の皆さん方に対してですね、こうした詐欺の対象にまあなりうるということ、それからまあ具体的な事例を紹介をしていくということですね。それから何よりですね、これは全てに共通することですけれども、まあ、うまい話はないということをですね、やはり多くの方々に根本的にまあ理解をしていただくということがまあ大事かなというふうに考えています。ありがとうございます。まあ、幅広い世代が詐欺にある、詐欺の対象になるということで、これまでも、千葉県の公式 X、まあ、旧 Twitter ですね、LINE を用いて手口を広報啓発しているということですが、今後、例えば教育機関ですとか、そういった若い世代に向けた、そういったもう一つの取り組みというのは、今お考えになられていらっしゃいますか。フラッシャンデース石川でございます。SNS 型の投資詐欺、ロマンス詐欺、これについて、幅広い制度ということでございますので、まあ、まずは X ですとか、まあ、あるいは LINE とか、そういうものを通じて幅広くということでございますけれども、そして若い方々に対するですね、まあ、広報啓発とか、こういうところについては、まあ、今後また県警ともですね、連携しながらですね、検討していきたいと、そのように思います。全体的になんか今、学校教育の中でも金融教育とかね、こういうのの重要性、叫ばれておりますけど。まあ、そういう意味では我が国ってなかなかですね、この金融教育っていうのが家庭でもなかなか行われてないっていうところがありますので、まあ、基本的な金融教育があればですね、こういう利回りの商品とかが、まあ、発生しず、まあ、なんていうか存在し得ないことですとか、まあ、なんですかね、こう元本が損ねる危険性があるとかですね、様々な根本的な知識が生まれて、まあ、投資 SNS 型の投資詐欺に引っかかりにくくなるということもありますので、まあ、そういう意味では広い意味での、県教育委員会を含めたですね、教育現場との連携というのは重要だというふうに思います。ありがとうございます。で、 SNS に限らず全体的な、まあ、電話詐欺、特殊詐欺についてもあるんですけれども、森田検察知事の時には、知事自らが出演して、例えばバスの中で森田検察で詐欺注意みたいな注意喚起を、非常に多くの、はい、会長、私耳にした記憶があるんですけれども、熊谷知事はそういったことをされる予定ですとか、お考えはございますか。この少なくとも私の声で、いわゆる注意喚起をすることが、効果的なのであれば、当然私は行いますけれども、知事の名前を、まあ、県民に連呼することが別に必須とは考えておりませんので、県民にしっかりと呼びかけられる手段をですね、担当部署と一緒に考えながら、必要であればそれは私もやりたいと思います。ありがとうございます。私から以上です。それでは同じく幹事社 NHK さんお願いします。 NHK の茂木と申します。よろしくお願いします。NHK さんとは選挙について見てお伺いしたくて、自民党が裏側にいわゆる裏側に対して本意を認めないという判断をしました、はい、まずその受け止めと、また県内の、まあ、候補者の中でもテレショップが認められない、うん、ケースが出ましたけれども、それについてどう評価されているかお伺いします。はい、まあ、これは石破内閣、石破総裁で、判断されたことだというふうに思いますので、
ので、なかなかコメントはしづらいところがありますが、やはり一般論としてはですね、まあ、この間の経緯の中でですね、国民の皆さん方のやはり政治に対する、特に国政に対するですね、この信頼はかなり欠如されてきたと、損なわれてきたというふうに思っておりますので、今回の選挙というのはですね、改めてこの政治への信頼をどう取り戻していくのか、特にそれは個人のモラルだけではなくてですね、制度的に、組織的にどういうふうにですね、それを起きれない状況を作っていくのかということをですね、やはり示していく必要があるというふうに思いますし、それをもとに有権者の皆様方がそれぞれご判断をされる必要があるというふうに思います。それで言いますと、今、国民がそのかなり信頼が欠如してきたとおっしゃってましたけど、知事は千葉県内におられていまして、その千葉県民 の, その自民党への評価というのはどのようにも感じていらっしゃいますか。これはですね、私としてはなかなかこれは申し上げられないところはありますね。少なくとも今までのこう政権を担ってきたというですね、この部分に対する評価であったり信頼というのも合わせてあるというふうに思いますし、一方でこうした政治資金に関するですね、問題、これはかなりこれだけではないんですけれども、この間さまざまなものが積み重なる中で、非常にこう国政や政治に対して、冷めた目で見ている方々が本当に増えたなと、以前からその自民党応援をされてきているような、そうしたこう立場の方々であったとしてもですね、そういうお話を伺う機会というのはどうしても増えてきているなという実感がありますので、我々は民主主義の国でありますので、こうした政治に対するこう何ですか、不信であったり、もしくはこう何ですか、こうしらけた感覚というのは決していい状況ではないですし、より悪い何ですかね、こうポピュリズムを含めた政治を生み出す、土壌もにもなり得ますので、この選挙を通して、ね、やはり信頼を取り戻していただきたいなというふうに思いますし、私も一人の政治家として確かに模範的な行動を取るように、意識していきたいというふうに思います。ありがとうございます。今の政治の現状というのは関心度という話もありますけれども、千葉県は投票率が全国でも低いということで、今回も選挙急に決まったという感じでありますけれども、この辺も含めてこう県内の投票率の上げていく取り組みですとか、前に低いことに対する受け止めというのはどうでしょうか。そうですね、傾向としてはですね、やはり全国的にも投票率が下がる傾向にありますし、また千葉県は投票率が決して高い地域ではないというふうに思っています。で、今回はこうとにかく選挙期間が短い中で、投票する方、有権者の方々もですね、なかなかこう東京に対するですね、こう比較、それぞれの候補者や政党の訴えを十分に直接見聞きする機会というのはどうしても限られてくるというふうに思っていますので、そういう中でもですね、やはりそれぞれの候補者がさまざまな努力をしていただいてですね、選択肢の参考になるようなですね、十分な発信や対話をしていただきたいと思います。我々行政側はですね、もう少しでも関心を持っていただくために、既存の手法に加えてですね、X や SNS、そうしたところでの発信であったり、もしくは期日前投票制度を有効に活用していただいて、今回投票券届かないケースが、告示日あると思いますけれども、なくてもですね、期日前投票可能である等々ですね、少しでも投票のハードルを下げるようなですね、情報発信に努めていきたいというふうに考えています。同じく幹事社の、日刊工業新聞さんお願いします。日刊工業新聞社の三上です。私からは千葉高校とセミナーについてお伺いいたします。はい、今回8回目の開催ということですけれども、まず今まで7回の成果というのはどういうふうに分析されているのでしょうか。そうですね、年々ですね、千葉校に対する関心は高まってきているというふうに考えています。これは我々、千葉校としてのですね、こう使いやすさであったり、その周辺の取り組みの発信がですね、広がってきているということと、やはり今運輸部門の脱炭素化のそうした大きな流れの中でですね、この船舶を通しての輸送というものにですね、非常に関心が高まっているところと、それから先ほど申し上げた通りですね、外環道や圏央道等のです、ね、
千葉港をめぐるさまざまなアクセスの改善、こうしたものもあってですね、千葉港に対するさまざまな問い合わせであったり関心事が増えてきてますので、それをしっかりとした航路の解説等につなげていくために、しっかりとこうしたフォトセミナーをですね、継続的に開催をしていく必要があるというふうに考えています。ありがとうございます。それで今回のポートセミナーでは改めてどういった業種の企業にどういった千葉港の魅力を発信してありますでしょうか。はい、我々やはり大消費地である東京圏に立地をしているということと、先ほど申し上げた通りガントリークレーン等のですね、設備投資を行っているということ、それから中長期的にはですね、埠頭の再編整備であったり、もしくは新湾岸道路の整備を含めた、そうした中長期的なですね、千葉港をめぐるですね、環境の改善、こうした部分も含めてですね、我々としては発信をしてまいりたいというふうに考えています。ありがとうございます。それでは各社様でお呼びいたします。ニューシームさん、ニューシームさん、いかがですか。いすみ鉄道の脱線事故について伺いたいと思います。枕木の腐食が原因ということで、過去にも同様の事故が起きているかと思いますが、今回の件の受け止めをまずお願いしたいのと、今はいすみ鉄道の筆頭株主かと思うんですけども、今後安全対策の設定のために、財政支援等を行う考えがあるかどうか、そのあたりを伺えればと思います。はい、まず今回の脱線事故においてはですね、人的被害はなかったものの、ですね、本当に重大な事故につながる可能性があったというふうに聞いております。現在運輸安全委員会において事故の原因や調査をされておりますので、いすみ鉄道に対してですね、安全確保をしっかり行うとともに、利用者に不便が生じないように対応していただきたいというふうに我々としては伝えています。今とにかく全線の点検をですね、行ってですね、これ安全確保をしていただく、その全容が見えていく中でですね、我々がいすみ鉄道に対して関係しましたとともにですね、どういうサポートができるかしていく必要があるのかというところを考えていく、それに流れになったというふうに思います。ありがとうございます。他はいかがでしょうか。よし。日経新聞。日経新聞の神田と申します。今読売さんからありましたいすみ鉄道の件について、重ねてお尋ねします。いすみ鉄道は事業環境決して楽ではありませんで、かねてからの損害についての議論もありますけれども、こういった事故が重なっていることを受けてですね、父の方で改めて損害に関するご見解を聞かせていただけますでしょうか。いすみ鉄道は大変経営状況はですね、決して楽観的な状況ではないのは確かだと思いますけれども、まずはこの被害の中でですね、全線の点検を行って、どれほどのいわゆるですね、整備等を改めて行っていかなければならないのか、それが明らかになった上 で、 です、ね、中長期的な資金計画にどのように影響を及ぼすか、それを分析をした上 で、 です、ね、あり方について考えていく、そういう流れになると思いますので、現時点でについては損害についてです、ね、我々からコメントすることはないですね。ありがとうございます。他はいかがでしょうか。地通信から富士通信の水根です。首里線絡みでお伺いしたいんですけれども、先日昨日石破総理は今回の解散について日本創生解散というふうに名付けまして、地方創生担当大臣をされたということので、地方創生を意識したような形 の、 名前を名付けた形ですけれども、このネーミングについてちょっと感想を一言お伺いできればと思います。なかなかね、その解散のネーミングについてコメントする立場ではないんですけれども、ただ地方創生に関してね、当然ながら人一倍思いを持たれているというのは十分承知をしておりますので、選挙戦を通してですね、石破政権がどのようにこれまでの地方創生を総括した上でですね、新たな打ち手をしていくのか、そのあたりはですね、しっかり注視をさせていただきたいし、期待もしたいというふうに思います。他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上で本日の定例会見終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。